逆算っていうことを考えてました。これは正解です。でももっと蹴りやすい方法があるはずです。フィニッシュ、このスピードアップ、コントロール、そしてフィニッシュ。そしてポイントになるのは、こうするとどういったことが起きるか、これがもう鉄則です。じゃあやってみましょう。そこを狙うのかというのは、実は2つのポイントがあります。相手ディフェンダーが全く動くことができません。サッカーというのは駆け引きが重要です。コントロール、おお、いいコントロールだ。ぜひストライカーはこれを真似してトレーニングしてみてください。シュート、そう、いいぞ、いいシュートに変わった。選手というのはやっぱり人それぞれの考えがあって、そしていろんな秘密があります。これはやはり公にすることは実はできないんです。それは企業秘密なんですね。やっぱ会社でもそうです。やはり自分たちの持っているもの、そういったものを、ノウハウを簡単に人に教える、そうすると真似をされる、まあ、そうするとやっぱりプロの世界、非常に厳しい世界なので、やはり簡単に真似されてしまうと自分の評価が下がってしまうし、まあ本当に契約もできなくなる可能性も十分にあります。だからそういった部分では、いろんな僕の考え方、逆算とかいろんな考え方がありますけども、人それぞれプロの選手はみんな持っています。だからそこを僕はまあ現役を降りて、そしてまあ今回こういう話をいただいたので、皆さんにね、もう思い切って伝えたいと、そして何かを盗んでもらって自分のものにしてもらいたいなと思ったので、今回はですね、全てをまあさらけ出そうということなので、まあ、一言一句ですね、皆さん、いろんな僕の思いが詰まってますし、いろんなヒントが隠れてますので、ぜひですね、まあ、聞き逃さないように、そして見逃さないように、ぜひ見てもらいたいなと思います。子どもたちはですね、もう未来があります。そしてこれからどんな能力が伸びていくか、非常にわからない部分でもあります。やはり一つのきっかけが一気にレベルアップさせることもたくさんありますので、ぜひですね、子どもたちはまずはしっかりとした夢を持ってください。目標を持って、それに向かって逆算考えること、そして今自分が置かれている現状、できる技術、これをしっかりとマスターしていって、そしてまあ僕の DVD も見ていただいてですね、何かのきっかけにして、そして必ず夢をつかんでください。